こんにちは。まあ最近はね毎日この話題で持ちきりなんですけども、なんかねあれが効果があるよとか、こういうことをしたら拡散するよみたいなね、そんなことがねよく語られております。でちなみにね、今回ねちょっとお試しで動画を撮らせていただいてるんですけども、まあ特定の言葉とかね、特定のテーマを話題にすると、まあ、広告が落ちるということをね、数々の YouTuber さんが言ってらっしゃったんで、今回あえてねそのことをちょっとテーマに、なんかぼやかしながらお話ししようと思います。もう単語も使いませんし、それを匂わせるようなね画像も出さないようにしていきますけども、だからどのぐらい皆さんに伝わるのかねちょっとわかりませんけども、まあとにかくね、例の件についてはあの件につきましては、まあ世界中でいろんなね、まあ、困ったことが起きてるわけなんですよね。なんで食料危機が来るんではないかとかね、マスクが足りないぞとかね、いろんなことがあります。あとはなんかこう国策でやってるんではないかとか、なんかテロなんではないかとかね、いろんな不吉な話題がありますけども、今日でお話したいのは、Facebook のタイムラインとか、あと YouTube の方に、結局ね同じような文章がどん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 回ってきてると言いますかね、散見されるわけなんですよ。でかなりね情報通と言われる方も、なんかねこんな情報があるよってことで、今そんな情報流してんのみたいな、私からすればね、それ1ヶ月前にデマだというふうな評価をつけて出されたもんじゃないのかなと思ってるんですけども、だからねかなりね説得力のあるように見える情報ってのが出てるわけなんですよ。でそれが要するにデマも数が多ければそれが本当なんじゃないかなっていうふうに思う人が一定数存在するんですよね。まあですんでたくさんの声っていうのがね、それが情報の真偽はまあどっちにしてもみんなが言ってるからっていうふうな日本の国民性にまさにね切り込んでくるのが、まあ、デマなわけなんですよ。で何て言いますかね、まあ政権と特に関わってるのが、まあ私がね例えば芸能人の方が覚醒剤で逮捕されたら、それはねまあ政権がちょっと追及を逃れるためにそういうニュースを流してんだみたいな、そういうふうな陰謀論みたいなのがありますよね。ラサール石井さんが言ってるような、まあそれが私はね完全にないわけじゃないなと思いながらも、 10% か 20% からそういう余地を残しながらも、基本的にそんなことしなくても国民のね関心事っていうのは結局揺り戻しが起きるんで、一瞬覚醒剤で捕まった芸能人の方に話題がバッといっても、またもう覚醒剤のね捕まった人なんてすぐ忘れて、もともと自分が気になってるのは何だったっけみたいな感じで、またね国会の予算委員会とか政治不信とかの話題に戻るわけなんですよ。人は日々動いてますから。だからそう考えると、私は別にその一時的な芸能人のね話題で、その政治ネタっていうのが枯れるとは全然思ってないんですよ。全然思ってないんですけども、それをギャグのように覚醒剤で捕まった人がいたらね、私はねまたこれは情報隠蔽のために誰かがやりためにあげられたぞって書くわけですよ。でもこれはまあ 10% か 20% ぐらいはそんな時もあるかもしれないけども、でも大筋ではですね、こういう話がよくされるから私も乗っかってちょっとこう、風刺的にね書いてますよってことなんですけども、本気になって怒る人がいるんですよね。久保さんみたいな影響力のある人がそんなこと言っていいんですかみたいな、いやこれ俺は誰が見ても冗談だと思えるように書いてるでしょって言うんですけどね、やっぱ怒られちゃうんですよね。さあ今回の動画っていうのは以上になりますけども、現在私はですね食料の備蓄っていうのを第2段階で始めてます。第1段階っていうのはいわゆる災害救助用の保存食ですよね。こういった本当に3食おやつ付きの美味しいやつを、レトルトのこういった美味しいちょっと高価なやつをですね、段ボールでいっぱい食べてたんですけども、ここを何日かはですね、カップヌードルとか、それからレンジでチンするお米ですよね。レンジでチンしなかったら固いまま食べれるんですけども、そういったレンジでチンするお米とかカップヌードルとかね、カップ焼きそばみたいなのをちょっと大量に買い込んでるんですよ。大量って言ってもね、ものすごくたくさん買った感じでも3000とか5000とかなんですよね。だから 2,3 万円でも買えれば本当になんかしばらくは心配ないんじゃないかなぐらいに、部屋がいっぱいになるぐらいカップヌードルっていうのは結構かさばるんでね、いっぱい溜まってきます。昨日見つけたのはトップバリューのね58円のカップラーメン、味噌、醤油、塩なんですよ。こんなに安いのかと思いましたよね。で基本的に私が買うのは88円のまあカップヌードルとかスープヌードルとか、あの辺ですかね、メジャーなところとか、あとはなんか大盛り焼きそばとかね、ああいうのが好きなんですけどね。それから水ですよね。水もペットボトルのやつをそのヤフーポイントがいっぱいありましたんで、だいぶ買ってみましたかね。2リットルはもともと200ケースぐらいあったのをちょっと別のところに置いてるんですけども、その他に、身近なところにね、3ケース分とか、それから500ミリっていうのは
かなりありますね、500ミリの水ってのは。私の場合ね、40本セットってやつを九州から取り寄せるんですけどもね、これが40本1つセットで来るんで、だいたい1回のアクションで3ケースとか120本ですか、その単位で頼むんですけど、そっちの方も結構増えてきましたね。それから町内会活動やってると、ペットボトルのお茶が結構残るんで、それをがっさりもらってきてストックしてるとかね、やっぱ残るものはもらっておくみたいな。で、だいたい水の賞味期限って長いやつで5年とかね言いますけども、短いので3年とか、結構短いんですよ。結構短いんですけども、とはいってもね、蓋を開けずにいればそんなにね、損耗することはないので、危ないことはないかなと思ってますよね。はい、そんな感じで、今回はですね、いざという時のための食料保存をテーマにお届けしたような感じになってきました。では失礼します。